おはようございます。ミスター M さん、速稼塾の久保でございます。昨日はですね、私のスクワットの Q&A お答えいただきましてありがとうございました。ちょっとね、早速なんですけども、今日は縦取りで、スクワットこれだとね、全体映るんで、早速、スクワットの方ね、これでいいのかちょっと見ていただきたいので、これが実践いたします。重りは、まだ、こちらの方がね、筋を痛めてるのと、あと、脱臼半年前にしたのが、あまり無理してもね、いけないんで、まあ、安全策を取って、こちらの、なんですかね、5キロ。1.25 が4枚と、1.25 が4枚。でね、こうクリップがついてるでしょ。ここ。ね。多分、こっちはね、結構回すやつなんですけども。多分ね、ミスター M さんと同じ機材を持ってるんだと思います。で、私、屋内なんですけども、こうやって靴履きでね、スリッパとか、靴下だと危ないんで、こういう風にしてます。ミスター M さんは裸足だったんですかね。で、下にはゴムを敷いてます。なかなかね、ホームジムとしては、まあ、そこそこ整ってる方かと思います。はい。それでは、早速始めますね。こういう風に持って、まず肩幅ぐらいに開いて、スクワット、背中を曲げないように、背中をまっすぐ、こんな感じでゆっくり、2、3回、調整する感じですかね。で、どうなんですかね、下に沈むときに吐いて、上に上がるときに吸う感じでいいんでしょうか。こうですかね。で、下に沈むときに、で、ゆっくり、早く上がる。ゆっくり沈んで、早く上がる。ゆっくり沈んで、早く上がる。こんな感じですかね。で、横からの部分なんですけども、背中をね、こう、下に落とすような感じですかね、なるべく。あんまりまっすぐ行くと、後ろにすっ飛んじゃいますんで、まあでもね、こういう風にならないように気をつけないといけないってことですよね。多分。で、あとは、重りが、いきなり重かったりすると、案外ね、膝に負担がかかるんで、ここもちょっと気をつけないといけないところかなと思います。膝痛めてしまうと、それこそスクワットができなくってね、ランニングもできなくなっちゃったりしちゃいけないんで。もうね、すでに息が上がってます。いやー、やばいね。久々に、スクワットやるぞって決めると、この、初日に息が上がるのが怖くってね、初日をなかなか決めづらくなっちゃうんですけども、やっぱりこうやって動画のやり取りしながらだと、なんか自然とモチベーション高まりますね。で、いろいろとこうやって聞いていただきたいこととか、聞きたいこととか、他の方もおすすめです。いや、もうね、息が上がりました。10回とかできないですよ、まだ。でもね、これ、1日に1回ずつ増やしていけば、多分、1週間後とかには10回とかね、すくすくできるのかなと思いますし、まあ何にしてもね、やっぱこう、スタートするっていうのが大事ですね。お腹、93センチ今朝、あったら測ったらありました。体重が 86.1 キロ。ちょっとね、食事制限も昨日からなんですよね。少しずつを5食。で、昨日はね、青魚をメインで食べましたね。イワシを焼いて食べたり、まあ、甘露煮を食べたりとかね。で、カツオのたたきにしたりとか。で、あとは野菜盛りだくさん。玉ねぎも1個食べました。こんな感じですね。炭水化物はお昼にパンを1枚食べただけということでございます。朝、昼、晩、そして朝と昼の間に、ゆで卵1個。で、昼と夕方の間に、玉ねぎ1個を焼いて食べた。こんな感じでございます。またね、詳細お送りしますので、次の動画でお送りしますので、いろいろとご指導いただければ幸いでございます。ガチンコマッチグループ、他の方もね、ぜひこういう風に、ご自身のトレーニング動画を送ってみてはいかがでしょうか。それでは。あとね、ほうれん草、あ、小松菜。小松菜をね、こうやって水炊きにしてます。で、今日楽しみなのは、この鶏肉ですね。鶏肉を、これ一食分じゃないですよ。何食かに分けてなんですけども、これを食べていこうかなと思います。で、これね、麺つゆ、そうめんのつゆつけてるんですけども、このつゆもね、糖質が多いんで、本当に少なめと言いますかね。もう、なるべく、薄味で、ちょっと塩かけるぐらいにしようかなと思ってます。まあ、塩分も控えめにね。そんな感じですかね。で、サバの缶詰と、キャベツを、ちょっとまあ、切ったやつと、あと、人参ですね。この3つしか入ってません。他の調味料何もありません。